豆キュン。人体探検、怖い綿菓子。僕も食べる。なんだあいつら、なんであんなに集まっているんだ。えい、どけ。割り込みしないでよ。チッ、綿菓子ぐらいでこんなに大騒ぎするとは。こんなの食ったことない。柔らかくて甘い。おぉ、そう、これだ。これがまさにスーパー虫歯菌だ。この綿菓子を食べた子供たちはみんなスーパー虫歯菌に侵されるんだ。ものすごい痛みを味わうさ。うわっは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 。よし、これでいい。お前たち、間違いなく配るんだぞ。はい。僕、綿菓子食べる？今日は特別にタダだよ。ただなの？みんな、こっちに来て。うわぁ。おいしい。ボス、成功です。子供たちは歯が痛くて大騒ぎですよ。そうだろうと思った。いいぞ、続けろ。スーパー虫歯菌、広がれ広がれ。うわっはっはっは。痛いよ痛いよ、お姉ちゃん。まあ、歯がどうして急に痛くなるのよ。普段からちゃんと歯を磨かないからよ。ふへー、綿菓子を何個か食べただけなのに。なんと、お姉ちゃん、助けて。しょうがない、博士のところに行こう。行くわよ。博士、あれ、ケビンも来ていたの？ソフィー、今子供たちが急に歯が痛いって大騒ぎだよ。それで博士が原因を調べているんだ。あ、サムもか？何かの細菌に感染したようだが、ケビン、ソフィー、君たちがナノカプセルに乗ってサムの体の中に入って調べるんだ。はい、博士。そうか、何か見つけたらすぐに知らせるんだ。気をつけろ。博士、すっごく痛い。うわケビン、今よ、出発。出発。
よし。博士、サムの口の中に入りました。サムったら、全然歯を磨いていないじゃない。まったく、汚くて見てられないわ。歯石も多いな。まさか歯石のせいで歯が痛くなったんじゃないよな。食べ物のガスと死んだバクテリアが硬くなったのが歯石だから、可能性がないわけじゃないけど。博士が何かの細菌に感染したようだって言っていたから、探してみよう。わかった。博士、サムの歯が20本しかありません。28本では？サムはまだ永久歯が生えていないから20本でいいんだ。博士、前歯、犬歯、奥歯まで探しましたが見つかりません。歯茎の間は炎症だらけだけど、特に気になるところはありません。それならケビン、ソフィー、あの細菌が虫歯菌なら歯の中に入ったんだ。歯の表面のエナメル質を通り抜けて中に入ってごらん。はい、博士。チャンネル登録してね。